飼育係は薬を飲ませたのにジャムをつけたパンを一緒に与えるんですが、そのジャムを取り除いてパンだけ食べるクマがいるんです。男性はプライドという群れで生活をしているからです。いつもマスターに見た、めっちゃいいよ、やばい、めっちゃかわいい、この子いいね、メスライオンの話といえば、富士サファリには名物おばあちゃんライオンがいます。朝からどくそんな食欲がありますよね。めっちゃめっちゃあそこ、ほらあそこ白昼堂々やばいよね。いやあれは結構すごい。これ衝撃だね。やめて。枝の代わりに石を使うこともあるんですが、石は木と違って重いので水の中にと。皆さんこの先なんですけど、右側にあの3匹のミツゴちゃんのチーターがいますよ。そうですね、ちょっとだいぶ成長しちゃったんですけど、ちょっと前に来た時はもうちょっと小さくて、もうちょっとなんか猫に近いような顔をしてたんですよ。でもなんか成功。あ、かわいい。やばい。あれ、溶けてる。水や餌を口に入れたり、小さな虫を追い払ったり、私たちの手のように何でもできてしまうんです。あ、でもあれすごい。かわいい。かわいい。動物といえばワイノサウルス、サイです。そう、一口にサイといっても白サイ、黒サイ、スマトラサイ、それから角が1本のエンゴサイ、ジャワサイなど結構種類が多いんです。それからあの大きな角は人間の爪と同じように 1.5 メートル伸びたサイもいるんですよ。すごい。でも 1.5 メートルもあったら頭が重そう。何なんですか？そんなことないけど、美人使いなしですよ。そんな冗談はさておき、ちょっとグラマーなのにね、気をつけなくちゃ。さてこのダチョウ、好奇心が強く見慣れないものが来るとすぐに寄ってきますね。じゃああの小ぶの中身はもしかしてお水かしら？残念でした。小ぶの中身は脂肪の塊なんです。脂肪？そう、でも無駄な脂肪じゃありません。でも砂漠では長い旅の間、無駄は少しずつその脂肪をエネルギーに変えて使い、旅を終えた頃には小ぶがぺしゃんこになってしまうこともあるんです。つまり小ぶはカロリーですね。そう、こちら砂漠の旅はダイエット。それからロバやカナダガン、クジャクなどもいます。でも可愛いからといって食べ物を見せたりあげたりしないでくださいね。富士サファリの動物たちは決まった時間に、ワクチンの見事な角も春先になると落ちてしまい、その後に袋角と呼ばれる皮膚で覆われた角が生えてくるんです。袋角？そう、その袋角の内側には栄養を運ぶための血管が走っていて、角は夏まで伸び続けます。そして秋、袋が裂けて立派な角が現れる頃、オス同士の戦いが始まるんです。ひょっとして角を武器に、これでは可愛い赤ちゃんたちが生まれるんです。赤ちゃん可愛いでしょうね。そうですね。スポーツハンティングの標的にされたり、大陸横断鉄道のルートに生成も今では国際的に保護され、なんとか絶滅の危機を逃れられたんです。よかった。山岳動物の中でも僕たちと身近な動物、ドンキー、ロバ、ここにいるのはアジアロバで、夏芸に変わるとか、あ、そうそう、てか
見にくいよ、こういうの。暑いにくい。ポリコってさ、マントしかないの。ずっと寒いの。たまに手で塗ってあげるけど。暑いんだよね、きっと。ずっと暑そうだよね、イメージ。今日この時計いる？いらない。やばー、なんか人の照英をめちゃでかくて、こんなにはならない。わかる、照英だよね。